鎌倉車両センター、中原支所は、神奈川県川崎市中原区場、小田中五丁目にある、東日本旅客鉄道横浜支社の車両基地である。南部線の武蔵中原武蔵新城間に並行しており、電車の入り出区は武蔵中原駅から行われる。武蔵中原駅は、高架構造のため、地上の車両基地との入り出区線は急勾配となっている。 南部線の前身である南部鉄道の開業以来、矢吹駅構内に矢吹電車区があったが手狭になったために、1960年4月25日に中原電車区として開設され、車両を移管した。上りと駅構内に電流線を作る案もあったが、現在のところ実現していない。なお、矢吹駅には中原電車区矢吹発出所を設置したが、後に廃止され、 現在は留置線のみ残る。国鉄分割民営化後の1988年には、鶴見線の車両も担当することになり、弁天橋電車区から移管された。なお、鶴見線用車両は、鶴見線営業所に常駐している。略号は、日本国有鉄道時代の当初は、東京鉄道管理局管轄であったことから、東南派であったが、1969年に、 武蔵小杉井北が東京西鉄道管理局管轄とされたため西那覇とされた。民営化後は東京県運行本部東京地域本社の管轄となったため再び東那覇となったが1996年10月の横浜支社発足に伴う管轄の変更で大那覇となった。2015年3月14日に浦和電車区の研修部門が 埼玉車両センターに独立し、JR 東日本で研修部門と運転士が所属する最後の電車区となった。2020年3月14日に組織改正され、中原電車区から鎌倉車両センター、中原支所となった。その際、運転士部門は山木車商区と統合し、旧、夢案武蔵中原駅前、A、店の跡地に新設された、川崎運浴に再編された。 入り区線を下って構内に入ると、両辺り分岐器があり、留置線を呼び線状線群、研修湖線、武蔵中原駅側の留置線へと分かれる。南部線の高架線側より当支所には、車輪転作設備がないため、実施する場合には車両を、高津車両センターに改装して実施している。鎌倉車両センター、中原支所所属略号南部線の車両。 左から205系1000番台、同例番台、209系、205系1200番台、鶴見線の205系1100番台、南部線、鶴見線用の電車が配置されている。配置車両の車体に記される略号は、大覇である。2020年4月1日時点の配置車両は、以下の通り、配置車両のほか、南部線に乗り入れた、 修学旅行列車などの臨時列車が一時留置されることがある。修学旅行列車には現在 E257 系が用いられているが、過去には167系、183.189系、185系などの使用実績がある。ありがとう。